はい、そういうことでしてギターフロンティアへようこそ。はい、そういうことでしてもう今年もですね、あと残りわずかでございますね。さあ皆様、もうすぐボーナス出る方もいっぱいいると思いますんで、一つ当店ですね、ギターフロンティアも、ボーナスセールなんてのをやろうかななんて思ってるんですけども、カメラさんどう思います？何その微妙な動き、いや はっきりしてはっきりね、はい、あのボーナスセールやりますよ。いつもも安いんですけど、より安く、ね、よりいいギターを提供していきたいと思うんです。じゃあ具体的に何割引きとかまだ考えてないんですけどね、なんかおまけとか考えますんで、あの言ってくださいね。なんか負けろとか、なんかくれとか、意外と僕ね気が弱いんで、負けろって言われると、はいってすぐ言ったり、なんかくれって言ったら、じゃあこれとか言いますのでね、一つよろしくお願いします。さあそんなですね、ゲイリー鈴木がお送りする今日のギターはこちらでございます。ヤマハのエレガットです。これ割と新しめ、2010年製の CGX171CCA というね、長い型番です。 CGX171CCA、 これ当時の定価で6万5千とか7万とかそんな感じですわね。ただね、これそんなにもちろんあの高いエレガットではないんだけども、これ見てください、カメラさん中見て、ほらコンデンサーマイクついてでしょ。でプラスあのピエゾと、いわゆるツーウェイシステムですよね。 こちらにこのマイクの、そのコンデンサーマイクのコントロールと全体のボリュームと2つついてるんです、2系統ね。ですからあの会場によってその使うアンプだったり PA だったり状況に応じてこのあのコンデンサーマイクのレベル変えてください。どうしてもコンデンサーマイクレベル上げちゃうと羽織りやすい部分もありますんでね、その辺であのその場所で現場でちょっと調整できるということで、すごくいい感じなんですよ。まず生音、電気入れてみましょうか。ボリュームを上げていくとこうなりますね。このでさっき言ったようにコンデンサーマークを上げるとほらちょっと羽織り気味になってくるんで、この音変わりますもんね。でこれでレベル変えて自分の好みのサウンドを探してみてください。さあこんな感じでいかがでしょうか。ハードケース付きです。状態はね全体的にすごく綺麗なんですけど、ここカメラさんアップして、これね多分何にしちゃったんでしょうね、2箇所ね、原稿館の時にちょっとやっちゃったんだね。これだけ、あとは全体的にすっごく状態です。綺麗なケースもついております、ハードケースついております。さあお値段ですけども、こちら税別で34,800円です。お手軽でそこそこ使えるね、片上付きの、エレガットをお探しの方いいんじゃないでしょうかね。そういうわけでギターフロンティアでした。よろしくお願いします。ありがとうございました。